おはようございます。今9時半過ぎですね。準備ができましたのでホテルを出まして、自然史博物館に向かおうと思います。トイレットペーパーがなくなりそうだったから行ってきます。これでチェルシーの方行けるの？今日は地下鉄乗るんだって。チケットを買います。着きました。着いた。地下鉄ね、止まらないんだよこの駅に。で、1回目は降りたんですけど、インフォメーションがあったから、そこでもう1回乗ったらその電車も止まらなくって、結局ですっごい遠くまで行ってリフトで戻ってきました。お父さんはなんかあそこでやっておりますが、とりあえず入って大東京ミュージアムで出てきたところで巡ってこようと思います。この回転扉だね、お父さんね。ほら、あったね。早いな。オッケー。レックスいたね。頭？かわいい。超長い。写真に収まりきらないね。すげえこれ。ねえ。あ、ちょっとサムちゃん似てる感じ。サムちゃん似てる感じだね。うん、体つきも。もっとサムちゃん似てるのいた。あっちの子似てない？てるっとしてる子。角生えてない、右側。そうだ、おしゃれさ。これはサニグ的要素です。でもあんなに手込んでないからな、ズドンとしてるからな。お腹って言いなよ。あ、チンパンジーだ。ゴメスだね、ゴメス。かわいい、かわいいね、この子。アタッチしてるよ。よう、綺麗に。あ、おしゃるさん。マンドリル。インパラ。伝えた。かわいい。でもコロコロ顔がかわいい。すごい顔してる。ダムダムいましたね。私写真撮ってくれなって思ってさ。大きいね。ちょっと下降ります。下降りる。オッケー。自然史博物館出てきました。楽しかったね、お父さんね。ダムダム。ちょっとよくわかんないんだけど、今何時だとさ、もう結構長いこといたね。ねえ、もうよく歩いた。この後はご飯。ご飯ね。じゃあこのまままた地下鉄乗っていく。ちょっと私はセントラルパークに行きます。はい、わかりました。じゃあ行きましょう。ちょっとお父さんあっちで行って、いいよ。ハイポーズ。いいよ、ごつりこうで、その柱の横ぐらい。出る。チェルシーマーケット着きました。今日はね、お父さんも食べるもん決まったんでしょ。食べよう、食べよう。行きましょう。お父さん、ここのカレーのホットドッグかな、食べたいんだって。ここ来る前にファットウィッチ寄ったんですけど、お会計しようとしたらカードの端末がダウンして使えなくって、キャッシュじゃなきゃ払えないって。うちの前まではカード使えてたんだけど、私の問題じゃないからわからないわよみたいな感じで、レジのお姉さんすごい態度悪かったので、お父さんもブチ切れて、俺の問題でもねえだろ
ろみたいな感じでやり合っておりまして、待ってももうしょうがないからいいよ行こうって言って、とりあえずねお腹も空いてるから多分お父さんイライラしてると思うのでご飯食べに来ました。食べ歩きしようということでね、2人で1個全部シェアしようと思ってるんですけど、これですね、美味しそうじゃん、好きそうじゃん、食べて、ほかほか、めっちゃ湯気出てる、美味しい、よかったね。パンは食べましょう。ジャパニーズインフューズドメキシカンだって、タコスとサラダとのなんかセットみたいのを買いました。食べようぜ。次はロブスターロールとロブスターのビスクですね。丸のロブスターはねあれだからね。ではいただきます。これ買いました飲み物、シトラスとレモンのスパークリングだった。そう、ちょっと飲んでみようということでいただきましょう。お腹いっぱいだけど、もちもちの麺買いました。これ平べったくて太いやつ食べてみたかったの。いただきます。スターバックスのリザーブドでしたっけに来ていろいろ見てたけど、さっきこれが回ってたの、それが見たくて来たんだけど止まっちゃった。回り始めた。コーヒーいってるんだね。パンとねコーヒーのねいい匂いがするよね。お部屋に戻ってまいりました。今ね4時40分過ぎですね。とりあえずね少し休憩してね、その後のことはねまた考えようと思います。お父さんお昼寝するのかな。いっぱい食べたんだけど甘いものなら食べれるなと思って、おやつにねこのファットウィッチ結局最後寄ったんですけど、でまあお土産用と2人で半分こしようかなと思って、ちっちゃいブラウニーと、で途中のねベーカリーでね、北欧系のベーカリーなのかなと思うんだけど、私スウェーデンに行った時にすごく好んで食べてたこのチョコレートブラウニーをこうギュッと丸めて固めたの周りにココナッツフレークがいっぱいかかっくっつけてあるね。これがめちゃくちゃ北欧行った時にね、スウェーデンかな行った時に好きでね、毎日のように食べてたのでね懐かしいなと思ってお父さんいいよっていうか買ってもらいました。こっちは大丈夫だからね、こっち食べようかな。あとねチェルシーマーケットでケイコさんにねエコバッグ買ってきてほしいってね頼まれてて、グレーとねデニム地があったので2つ買って私1個使おうかなと思ってケイコさんに聞いたら、こっちのデニム地がいいっていうことなのでね、このグレーの方はね私が使おうと思っております。ちょっとお買い物行く時とかにもいいよね。まあということでちょっとこの机めちゃくちゃバッチリですけど、おやつちょこっといただこうと思います。帰ってきてお昼寝というか夕寝しておりまして、8時も40分なんですけど、でよく寝たねお父さんね。これからちょびっとね、そんなにすごくお腹空いてないから何か食べてこようと思います。行ってきます。大戸屋に来ました。その顔お疲れ様。お父さんビール、はい、お父さんお疲れ様です。ピーチウーロンとビールです。乾杯。なんか入ってる、ちゃんとピーチ入ってる。甘いよね。じゃあピーチ入ってるんです、ちゃんと。まあオーナーも住んでるのでね楽しみです。ウォータークレソンのサラダですね。お父さんこういうね癖のある葉っぱ大好きね。ね、お前クレソン好きでしょ。私好きじゃないよクレソン、そんな好んで食べない。あれカブトムシって言って食べへんか。食べない、だから食べない。まあいただきましょう。カツトジの定食が来ました。あと茶碗蒸しね、お父さんとねシェアでございます。いただきます。爆弾を頼んだんですね。結局ご飯もの2つだけどね。ね、食べれそうだね。お父さん本当にクレソン好きね。お父さん今ね始めましてね、ちょっと寝息が聞こえ始めましたが、ただいま1時20分過ぎになります。お部屋戻ってきて、お父さんお仕事ここ2日ほどですねお仕事しなきゃなって言いながらそのまま寝ちゃって来てたので、今日はねここでカチャカチャとお仕事しておりまして、私はねその間バスタブにお湯張ってねゆっくりとねお湯に浸かってお風呂にね入らせてもらいました。早いね、絶好調に息をかけ始めましたけれども、
本日は自然史博物館とチェイシーマーケットですね、メインに行ってまいりましたが、行きのメトロですね、入り口に書いてあったかなどうかなと思うんですけれども、自然史博物館の、ね、駅にはね張り紙がしてあったんですけど、ウィーケンドは C と D のラインは自然史博物館が一番近いね、駅はね電車が通過するらしくって、結構遠くまで行った。自然史博物館は81番だったかなのストリートなんですけど、125とか120いくつまで行ったので結構行きましたね。まあ、なのでねちょっと車で戻ったんですけれども、その他はねメトロ特に問題なくですね、ホテルからもすごく近いし、チェルシーマーケットの近くにもね行くので乗りましたが、電車自体乗ってる時間もね短いし、価格ももちろんですねタクシーとかウーバーリフトで乗るよりも安いしね。まあ、ただ駅での待ち時間は結構あるかなと思ったんですが、まあ、今日日曜日だったってこともあってね、地元の人々というよりかは観光客とか遊びに来てる人がね乗客も多かったかなと思います。自然史博物館もねすごく面白かったです。私のお父さんもね博物館とか美術館とか結構好きで、あれあるよこれあるよって言ってね、じっくり見てたりとかもするんですけど、あそこはねお子さんすごい楽しいだろうなと思うし、あとね恐竜が好きな方にもすごくね面白いと思います。恐竜のね化石展示物すごく多くてね、あとはね動物特に哺乳類、人類の歴史とかその生活とか文化そういったものがねお好きな方にはねすごく楽しいんじゃないかなと思いました。私も歴史はすごく好きなので、特にね古い歴史ですね、変な言い方かもしれないけど、歴史の授業で一番初めに習うようなどういう風に人が進化していったかとかね、そういった部分がすごく好きなので、土器石器とか貝塚とかね、まあ、古墳とかピラミッドとかも好きなんですけど、なのでねすごくね楽しめて、おすすめの回り方みたいのを見て、まあ、ポイントポイントで回ってはきたんですけれども、じっくり見たらね一日ではとても回りきれない規模でしたね。まあ、チェルシーマーケットはですね私今回3回行ってるんですけど、お母さんと一緒にねぐるぐるした時にね結構しっかりね雑貨屋さんとかは見たので、もう今日は本当食べ歩きに行ったんですが、何が美味しかったかな、最初に食べたカレーのホットドッグとロブスターのビスクとロブスターロールはやっぱすごく美味しかったですね。その他のはね、うん、まあまあかなっていう感じだったんですが、ジャパニーズにインスパイアされたメキシカンはね、ジャパニーズの要素がねほぼなくてメキシカンだったなと思うので、どこに和のテイストがあるんだろうなっていうのがあったので、まあ、もうちょっとね和のテイストがあったら面白かったかなとは思うんですけれども、もちろんね全てのメニュー和っぽいコンセプトは入ってるんですけど、私たちがオーダーしたメニューがあんまり和っぽいものを感じない仕上がりだったのかもしれないんですけども、まあでもねどれもこれも美味しくて、そして面白くてね、うちはあんまり食べ歩きとかはしなくって、もう一箇所でガツッとご飯食べるっていう感じなんですけど、お父さんがまあそういうタイプだからっていうのもあるんだけど、今日は一つの小さいものを二人でシェアしようねって言って行ったので、お腹いっぱいだと言いながら結構いろんな種類食べれてね、街で楽しむ旅行っていうのはねこういう楽しみがあってねいいなーなんて思いました。明日はですねニューヨークを離れましてナイアガラに向かいます。フライトがね12時で1時間強ぐらいかかるんですけど、で空港でレンタカーやらなんやらしてナイアガラ現地に着くのは3時ぐらいになるかなーなんていう話はしているんですが、明日はもう車でそのままねカナダ側に入ってカナダ側メインにね見ようっていうことになっておりまして、滝のすぐ近くまでね歩けるところに行ったり、船のルートは聞いてたんだけど、私あんまり船には興味がないので船酔いするからっていうのもあるんですけど、まあね行ってね時間見てね決めていこうと思います。それでね夜に花火と滝にねイルミネーションでめっちゃ綺麗になるみたいなんですけど、それを見たいねって言ってるのね。花火の時間何時だったかな、調べればすぐ出てくると思うんですけれども、まあその時間にねお外を出てねお散歩しながらですね夜のナイアガラの雰囲気ね楽しみたいなーなんて思っております。ということでお父さんのですねいびき絶好調になってまいりましたのですごいなちょっとお昼寝したんだけどね、やっぱりすごく疲れてるみたいで、普段ね最近あんまりお父さん動いてないからデスクワークが多いので体をね動かしてないので、昔に比べてね歩くとやっぱり、ね、足が痛くなったりふくらはぎが張ったりするみたいなんですよね。で疲れるみたいで、私に大丈夫かって聞いてくるんですけど、もう私ももちろんねちょっと疲れはあるけど、普段からねお散歩でよく歩くので、お父さんほどではないから今は全くもう足に疲れもないしね、今日
はほとんどむくんでもいないし、やっぱり普段からね歩くっていうのはすごく大事なんだなと思いました。まあとりあえずですね、もうそろそろ2時になるかなと思いますので、明日はね最後の日だから、ホテルのね朝食もう1回ぐらい行こうかとも言っていますので、まあ今日はこの辺りで終わりにしてゆっくりね休みたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。